様、何があった？一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその機に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は、これを。この鍵、巫女様は城外への抜け、月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。クロウ様はその抜け穴から城外へ出し、ススキの原であなたを待っているはず。わかった。一心様の命にて、ヨタカの衆が目印の呪しを屋根上に置いています。ヨタカの呪しをたどり、クロウ様を追ってください。クロウ様は月見ろススキ一心様のヨタカの呪しをたどり、なんだ、クロウ様が人となる、それを祈っております。ああ、すみません、お酒は今は。クロウ様がそれを祈る。とうとう始まったな。アシナ一心が言ってライフ型の大進行だ。アシナはもう持たぬだろうよ。さて、俺もいよいよ潮時だが、旦那、まだ商いが必要かね。あの死に損ないの侍、やっと死ねたみてえだな。まったく、真面目侍の考えることはわからんぜ。死なぬなら楽しく生きればよいものをよ。ともあれ、旦那、ご苦労だったな。あいつきっと成仏しているさ。ああ、物資のじいさんなら消えちまったぜ。ふらふらと炎がどうとか言いながら、多分戦場に向かったんだろう。俺には関係のないことだがよ。ああ、物資のじいさんならフラ、
巫女の忍びよ、竜の涙を手に入れられたのですね。ああ、これが竜の涙。お渡しした氷涙とともに九郎様に飲んでいただければ、我がゆりかごへ宿っていただくことが叶いましょう。すみません、お米がまだ。また流飲を返すことを望まれ、竜の、そうすれば。
るな。じゃが銭も出るのに命は晴れぬでの。さてどうやって逃げたものか。
この先ナイフ方の本陣があれを落とせばまだ足縄はなあ。
一心様をお借りいたします。見ていてくだされ。この戦、我ら芦名衆が必ずや。Mm-hmm.